世界を救うのはいつだって想像力だ。宝の地図を隠した図書館の絶対に借りられない本の中に銀行と間違えてんぞ。それなんだ必要。かなり異常事態でしょ。なんでそんなに今日にこだわる。俺は人殺しだ。夢のボタンを隠したんだ。紛れもなくシグナルだったのに。お前は人殺しなんかじゃない。絶対に違うぞ。絶対なんて気安く使うな。希望の物語がゲームみたいに始まる。電波盗みに行くぞ。俺はお前に人殺しになってほしくないんだよ。忘れる全身だってある。だけどな、諦めるなんて全身はどこにもねえんだよ。全ての謎が一つになるとき、希望の物語が動き出す。ファニーバニー。またお前かよ。また俺だ。